いや、いい距離感だ。あ、すごい来た。うわーやったー最後すらなんだ。あ、フックした。最後フックした。ほらやったじゃないですか先輩たち。後輩を信じないからですよまっすぐでよかったんだ、ラインは。16番パー3178と測ると16なんて言ったっけ、165、はい、165ぐらいと。僕7番で行きます。7番で。7番でかくねえか。めちゃくちゃ薄い今のは。あ、でも手前残ってくるんだ、はい、本当だ。あれどこ行った？いや、左バンカーの全然手前、直接の前当たりが悪かった。7でかそうな気にしたんだけどな。なんか変に抑えようとしてどっか行っちゃいました、うん、俺は男の8番だから。男の8。ここね、ピン位置って結構いいイメージがあって、はあ、入る。結構入るピンショットとかしてる。入れてくださいね。入れよう。ピンにバッと寄りますから。入れたらもう30万回ぐらいいく。意外と回んないんですよホールインワン。じゃあ僕168番で。おお、ああ右出た。もう出た瞬間右出たわ、うん、またニラみたいなとこ行かない？あ、ニラじゃないですけどバンカーか手前でバンカーかな。バンカーか。でもちょっと目玉っぽい入り方しました。高く上がっちゃったよ、うん、今レイドオフするの焦ってた。ちょっとゆえに右に。今日レイドじゃねえんだよ。今日フリートウッドですね。お、ちょっと薄い、はい、でもこれはクラブの性能で。あ、全然手前。手前さすがに薄すぎました。見てこれ、僕のラインが残りましたが満先っちょですどやさんバンカー15ヤード58、はい。うん、でナイスです。ケンティも15ヤード、15ヤード、58度で打ちます。はい、ピンをかけに行く。ナイス。意外とちょっと走る感じですね、うん、でも最後登ってるから止まるんだよね。20、そこで15だった。あ、15、13ぐらいです、ね、あれ俺ほんと目がおかしいな俺今日まあそうですね、最後受けてる10ヤードキャリーぐらいのイメージで、ちょっとスラか。うん、でもピンまではそんなに、ピンまでは多分ちょっとフックだと思う。ちょっと左行った。おお、ナイス。だいぶね、打感はすごいソリッドというかね、うん、あ、そうなんだ。アーティザンに比べるとかなり硬い。硬いです。そうだよね。これにちょっと慣れないかな。コツンっていう感じなんだ。全員ストレスパーパットだから、ね、これはかなりストレスするな。ていうかピンポジがちょっとストレスですね。そうやだね、このラインね。だいたい 1.5 メートルくらい、下りスライス、はい、1.23 だね。23メートル。うまい。そこなんだよ、みんな。これはマットレンですよ。マットレンですね。俺フェザータッチはできないんで、パターで。パターフェザーができないんだよ。パターフェザーできないんだよ。やっぱもうちょっと感覚出るパターの方がいいんじゃないですか。感覚出るパター。感覚でピンタイプ使ってるのにね。確かにネックとかやっぱありますからね。そうショートスラントがいいんだよね。そうクランク系は意外とそんな出ないですからね。ナイスー。切れんのか。結構切れたな。打てたけどまあまあ読みが甘いと。今日このラインことごとく外してんだよな、うん、切れるか切れないか。でも結果切れてないことが多いんですよ、うん、今日は。だからね、左カップ内側。内側。1メーター。パーパット。はい。あ、でもここちょっと傾斜になってるな。うん。ああ、ほら、足だった。イェイ。あれ、今日ちょっと火吹かないね、パター。今日は叩いてます。ああ、今日は。90あるぞ、また。2ラウンド連続で。いやー、ちょっとね、まあタフなコースっていうのはありますけど、まあね、確かにそれでもやっぱ、あ、前回は80だったもんね。うん、そう、前回80だったんでサミットですか。そう、サミットフルで90代では回りたいっすよね。そうだね。17番パー4、387ヤード。さあ、はい、いきます。17番、ナイス。今のは飛んだ。飛んだったよ。もう100切ってんじゃないですか、残り。うん。ピン、今日も奥か。意外よく難しい。おー、ナイス。ちょっとラフか。うん。ナイス。ケツね、ケツ。ああ、いいケツしてんね。ああ、まあまあまあ。うん、カートマネジメント成功です。カートマネジメント。はい。フライヤー見込んで7で。うんうん。オーバーしたらもうラッキー。うん、高い球が要求される。そう、高い球で。いや、ちょっとえ俺余計なことやろうとすると。ああ、そういうことだ。普通に行こう。7ちょっと短く持って、はい、150。はい。おっ、筋った。ああ、ヤバンカー入ったな、あれ。ヤバババンカーだね。打点安定しないな。うん、まあでも慣れるのはちょっと時間かかるよ。ケンティはまあファーストカット。はい。ピンまで125ヤード。125。52度で。52で。おー、ナイス。ありがとうございます。さすが。ズームめちゃくちゃしても見えない。ね、めっちゃ食われる、これ。わかりますか、これ。これはこれフライヤーを通り越して飛ばない感じです。ああ、もう完全にやられる感じですね。これはもう俺の手首がうなるっていう。うなる、うなる。もうね、これが芝刈り機になるんですよ。芝刈り機で芝を。おお、テクノリ、テクノリですね。テクノリ。サイテクノリです。これヨネックスだけど、今だけはマキタになりますから。マキタ、はいはいはい。ちょっとね、そういう工務店ですからね。いただきます。マキタがうなるか、芝を。おお、ああ。今ちょっと小梅太夫みたいになってましたね。そうだね。こんな低音ボイスが裏返っちゃいましたね。くそー。まあでも15ヤード。はい。これはまあ僕と同じ、まあ2メートルぐらいなんで。はい。うまい。ああ、ちょっとでかい。止まった。ナイス。です。これはフェースもう開かないでぶっつけですよ。もうここは背筋力です。背筋力。これね、結構いけるんですよ。うんうん。ただちょっとこれがむちゃくちゃ。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、まあ。おいしい。ちょっと足場もひどかったんで。じゃあ、4打目。はい。60度で。はい。うん。入った。惜しい。惜しいです。岡田君がここピン 1.5 メートル 1.7 メートルぐらいか。そうですね。うん。バーディーパッツ。ナイスバーディー。ありがとうございます。あら2個目。ありがとうございます。まっすぐ。違う。上りフック。2メートル。切れないのか。はい。ボギー。マスク大丈夫。やられてます。やられてるね。確かにドヤさん、俺と一緒にバンカーやってた。僕もこれボギーパットですね。はい。切れません。切れません。これも2メーターぐらい。ああ、ちょっと今押し出しました。ケース。ああ。なかなか。今日はちょっとやられてる。やられてます。あとマジで暑い。暑いっすね。蒸し暑いっすね。ちょっとです。今日僕蒸してる日は弱いです。蒸してる日は弱い。汗が。18番パー5、524ヤード。あれってバンカー入るぐらいなんですか。入るか入んないかぐらい。風次第。はい、木の方向。おあ、真後ろ木の。打ちづらそうな。あれ、まあ前は広いのか。テクノリさんの。そうよ。ティーショットが。いっちゃうわよ。いっちゃうわよ。おねえになってます。おねえ。おお、ラフ。いや、あれはいかん。カート道。カートマネジメント。カートマネジメント。そう、力入ったな。暑そうだな。たぎりすぎなんじゃない。ちょっとたぎりが過ぎてるかも。最終ホールお願いします。はい、お願いします。オッケー。カートマネジメントした。オッケー。カートの右。ドヤチカです。ドヤチカ。はい。どう思いますか。まあ5番だったら大丈夫。左足下がってるけど。でもここは右はほぼダボダニだから。4鉄も難しいんじゃない。5番打ってちょっと短めに持ってパンと、そうだね。バンカー左ぐらいのラインを狙っています。捕まったね。あ、めっちゃ当たってしまった。まあ150ぐらいには、150手前ぐらいじゃない。いやー、これ引っかかるか。スライスしたくねえからな。ちょっと左向いていきます。あー、パッ大丈夫だ。あ、あれはくぼみのナイス。ここで250ぐらいですか。そうですね。まあそんなに木は気にならないですか。そうですね、あんまり気にならないですね。はい、もう右から行きます。まあ出玉の高さは空いてますと。5番ウッド、3番ウッド。あ、めっちゃドロップ。目面狙いに行きましたか。ジャスト150だから、まあ140キャリーだね。8で振り抜きます。オッケー。起き上がらない。お、いいよ。いや、今のね、うまく切れてきた。おー、ナイス。でかいかもしれない。ちょっとでかいね、ないな。トーン100。そうですね、打ち上げ入れて143。43。9番で。9番。あ、ちょっと手前。はい、噛みました。ちょっと噛みました。はい。前の前。47ヤード。58で。47ヤード。4758フェザー高典で。フェザー。左足上がり。もうちょっと。ああ。ちょっと手前に着弾。フェザーすぎたな。フェザーりましたね。バカ野郎。まあね、ちゃんと補足をするとそこがね、我らと違うところ。そうです、20ちょいです。20ちょいだね。58でいきます。はい、20ヤード58。ナイス。はい、おはようございます。これはオッケーです。おはようございます。いいですか、じゃあもらっちゃいますね。うん、どうぞ。やった。安くはスライス強いね。はい。結構見ます。うん。やっぱフライヤー結構してましたね。ね。バーディーパット。バーディーパット。弱いか。めちゃくちゃ弱い。これいけないな。いや、僕カップギアフックしてたように見えました。はい。はい、僕バーディーパット10メートル。はい。最後か。おさキング。ナイスタッチングからのおさキング。おさキング高典で。それ流行ってんすかそれ。疲れてると親父ギャグ。もはやギャグでもない。ナイスパーです。自信ありません。いや、まあこれはいけますよ。いける。いける。カップ1個外します。はい。最後スラル。切れろ。惜しい。ボギー。綺麗です。もう。どうせ。もうもつれちゃって。今日はね。真夏どうなっちゃうんですかこれ。確かに。このぐらいでちょっとヒーヒー言ってちゃうと。これちょっと顔色悪くなってませんか。確かにわかんないですけど。ということで、まあ前半こんな感じですわ。はい。バーディーですか最後。最後パーなんですよ。ちょろっちゃったんで。あ、そうか。そうなんですよ。僕がね12オーバーぐらいですね。まあ後半に向けて巻き返していきましょう。ボギーです。はい。ということで次回も見てください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。